うるせえぞ。はい、今日は昨日あれから無事素人初富士山から戻ってきまして、自分は素人ですけどね、もちろん自分の師匠は素人じゃないです。もう世界的、もう世界、もう指折りのガイドさん。はい、一個こっちの肩、こっちの肩、オッケー、ちょっと待って、いや、あ、そうだそうだ、ちょっと待って、彼落ちてきちゃうよ。簡単乗ったか。うん。ツリーだ。ツリー、ツリー。夕食会です。富士山でした。で、富士山は高度は全然大丈夫だったんですけど、3776かな、富士山っては全然大丈夫だったんですけど、筋肉が筋肉痛です。なんで昨日の重さで言うと、今これ2キロ、多分1キロ、3キロなんですけど、なんか昨日のアイゼンつけた時のブーツの方がなんとなく重い気がするんで、もしかしてもうこの2キロは必須かもしれないな。で、今後ろ12キロ背負ってるんですけどね、12キロもこれ昨日背負ってた感じからすると、まあ12は絶対あったかな、15ぐらいはあったんで、最小限に荷物をまとめても、だからこのぐらいはやっぱりいつも背負ってないといけないですね。4を含め、つまりこれで上がるとちょうど120回、2400段の階段を12キロと足に3キロ3キロ背負って上り下りしていることになります。これでだいたい1時間。ただこれは今は0メートル、高所の影響が全くないんで頭がくらついてない。なんでここの体力と意識にさらにこの同じ、なんだ、運動量を言ってみると二日酔いじゃないや、めっちゃ酒を飲んでもうタクシーでも帰りたくない、もう路上でもうこのまま寝ていたい、財布とか別にもうなくなってもいい、とにかくこの場で寝たいぐらい酔ってるのと同じような状況で、そのような状況でこの上り下りを24時間やり続ける気力と体力が必要になってくるわけです。エベレストというのは。